今日国会で、ほとんどヤジのような形で、それどうでもいいじゃんって言った人がいますね。この国の総理大臣ですけど、どうでもいいってヤジを飛ばす、いや、それは細かい言い間違いだったかもしれないですけど、たった一つの言い間違いや条文の間違いでこの法案大変なことになりますよね。いや、そうですよ、人の命がかかってるんですもん。どうでもいいなら総理はやめた方がいいんじゃないですかね。そうですね、国会中継なんか見てますと、はい、今劣化で盛んに言われますけれども、はい、やっぱりなんか人間性が本当にダメになっちゃって、五輪のエンブレムでもそうだけど、はい、経済人もそうだし、政治家ももちろんだし、すべ、はい、てが人間が劣化してるっていうので、まあ、自分もそうですけど、やっぱりここでなんかどっかで歯止めしないと、まあ、戦争の問題もありますけども、はい、やっぱり人間がどんどん衰えていくという心配がありますね。ここでやっぱり踏ん張らないと、はい、まあ、安倍さんの問題だけじゃないですけど、あの連中見てると本当に情けなくなるん で、 そうですね、やっぱり日本は今まで自民党の古い方でも今すごく怒ってますよね、はい、どうですか、初めて、なんかちょっと不安っていうか、どういうふうになるのかなと思っていたんですけど、こうやって多くの人が集まっていることを見て、ちょっと勇気づけられました、はい、今日はお一人でお伝えされてますか。これ会じゃなくて、ムサビでは今声明出してないんですけど、個人個人で教授とか講師とかが国会前に参加したり、いろんな発言したり、個人で動いてるので、で僕もこれ会ではなく個人で動いてます。そうなんですね、もういろんな、ね、大学の方ね、本当に嫌がってますけれども。そうです、本当は声明出したいんですけど、はい、今夏休みだし、美大の人ももっと声を上げてほしいと思ってます。何歳ですか。16歳。高校生ですか。今日一人でいらっしゃったんですか。はい、毎週いらっしゃってるんですか。今日が初めていらっしゃった。なんで初めていらっしゃったんですか。今の安倍総理のやり方が気に食わない。気に食わないから、すごいですね。今安倍総理の今独裁政権になっていると思うんですよ。だから安倍総理はやめた方がいいと思います。なるほど。高木大臣は国会で初めて見せられた時にびっくりして見たことがないとか言ってたけれども、でも5月の15日に自分が指示を出したということを認めました。最初に見た時には国会で法律ができる前には検討はしてはいけないと言ってたのに、検討じゃなくって研究だからいいんだって言いました。こんなインチキを今日の委員会で安倍首相が中谷大臣の言う通りだって認めたんです。こんな嘘つきの防衛大臣も、こんな嘘つきの総理大臣も、絶対にこれ以上のさばらせるわけにはいかないのではないでしょうか。戦争法案廃案しかありません。私も安倍首相と何度も論戦してきましたが、今日ほど苛立っている時はありませんでした。私が示した文書をテーブルに叩きつけてました。追い詰められています。もう一度です。今まで続いてきた戦争をしないと言い切るこの国の在り方を、私たちの世代で途絶えさせるわけにはいかないのです。これは次の世代へと手渡さなくてはならない記憶と誓いのバトンです。さらにその次の世代へ、またその次の世代へと、永遠とこのバトンは受け継がれていくのです。それは私たちの義務です。私たちにはその責任があるのです。それが先の大戦で亡くなってしまった人たち、深く傷を負ってしまった人たちに対するせめてもの礼儀なんじゃないでしょうか。
そして主権の誓いを受け継いでいくこの国は、戦後80年、90年、そして100年の夏を無事に迎えることでしょう。ここにいる一人一人の力で、この戦争法案を止めにかかりましょう。私たちが止めましょう。安倍さん、あなたのその国会での不誠実で幼稚な振る舞いはもうみんなに知れています。まもなくあなたは首相の座から引きずり下ろされることでしょう。待っていてください。あなたに出てこい。